皆様明けましておめでとうございます。平成30年1月1日月曜日第375回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、本当にいいお天気で穏やかなという感じですね。今日ですね、松歩きセンターお休みなんですね。でもまあ松代テレビ局ということでね、皆さん来ていただいて、開店しております。で、今日の松代はですね、増山神社で初詣という形でですね、八田光三さんもちょっと今日見えたんですけどもね、ちょっとそこをちょっと見ていただくとあれなんですけど、松をねちょっとお借りしました。今日持ってきていただいてね、でちょっとお話聞きましたら、増山神社でね今日10時頃ですね、お参りしたという形になりましたけども、増山神社のね、鳥居よりも、昨年よりも多くて、天気がいいせいでね、鳥居よりも多く並んでましたという形です。そんな松代でございます。今日はですね、やっぱ30分番組という形でですね、新年の抱負を語るという形で、今日はですね、9名ほどで、やっております。で、一応カメラ振っていただきますと、朝日さんちょっと違う格好で来てるんですよね。俺は真田丸というか、なんとかちょっとこんな感じでね、ちょっとやってますね。その次、尾又さんね、やっておりますで、その次が、清水さん、はい、それから酒井さん、はい、はい、カメラいいですか、映ってますね、はい、それから二本松さんという形です。はい、それで続いてこちら、はい、はい、宮坂さん、はい、皆様明けましておめでとうございます。皆様方それぞれですね、ご自分で描いた素晴らしいこの今年ですね、30年を迎えたことと思います。今日はですね、先ほど三田さんもありましたけども、1月1日なんですけども、今日もいつもの通り生放送でお送りしております。今日はですね、生放送なんですけども、私どものね、コーディネーターの丸田先生にもですね、今日は、ご出演いただいて、お話を進めたいと思いますんで、丸田先生聞こえますか。はい、聞こえます。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、自宅から、はい、ご挨拶してます。はい、こちらも大変天気良くて、いい日和の元旦でした。あ、そうですかね。はい、ありがとうございます。それでは先生、丸田先生ですね、後ほどこちらの方ですね、ご挨拶いただいた後ですね、丸田先生にもお話伺いたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ところで皆さん、はい、早速ですね、皆さん、今年の抱負ですよ。どうですか。早速来ますよ。厳しいね。厳しいですよ、生放送ね。そうだね。どうですか、今年は。毎年そうなんですけど、はい、やっぱりあれですね、はい、探さなきゃいけないっていう、ね、何を、ここへお連れする、あ、ね、ゲストの皆さんを ね、 ゲストの皆さんをね、いろいろ300のね、これで、375回やったんだけども、はい、またちょっと探さなきゃいけないかな。そうですね、大ですね。いろんな人いるから、なんとか探してね、やれればいいかなっていうふうに思ってますね。はい、で今年もね、やっぱりまた生中継っていうね、あそこ見ていただくと、インターネット生放送、松代テレビ局、あれでもってね、また、なんですかね、真田祭りと祇園とってやったじゃないですかね、ちょっと宮坂さんちも出ていただいてやったんですけども、頑張ってやっているのでね、今年もまたそういうのできればいいかなというふうに思いますしね。はい、わかりました。はい、それでは、岡山さん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今年はですね、明治維新150年ということもありますし、そしてまた松井須磨子さんが亡くなって、100年になるといったような大きなテーマが松代ではありますので、そういったものを生かしながら誘客ができればいいかなというふうに思ってます。そしてまたこの松代テレビ局の役割としてですね、やっぱり丸田先生が当初ご指導いただいた真っ白の良さを全国に発信していこう、世界に発信していこうという中で、スタジオから飛び出た形でですね、例えば夢空間でやっている街歩きのなどが毎月2回ほどやってますので、そういったものをこう、DVD に撮ってですね、編集してそういったものを長野駅で放映するとかですね、ロイヤルホテルで放映するとか、なんかそんなような形で
お町を行ってみたいなと思ってもらえるようなそんなコンテンツができればうんと嬉しいなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは片桐さん、いかがですか。はい、はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。まあ、今年の抱負と申しましてもね、やっぱり場所の取りにこれだけ長い間すると来られたのはスタッフの皆さんの、まあ、努力の賜物と、まあ、自負しているわけでございますけれども、やはり、まあ、これからの課題として、まあ、スタッフをですね、まあ、一人でも多く確保していくと、こういったことが、まあ、一つの課題になっているんじゃないかと思います。それほどで、ずっと長く続くにはやはり、皆さんそれぞれ、まあ、答えでですね、できるようなまあ、体制を作っていけないかとこんなふうに考えております。まあ、町というのもこれからどんどん発展していくためにはやはり、その一助として、まあ、町テレビもね、活躍していきたいとこんなふうに思ってますが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは技術の方お願いします。まず二本松さん、よろしくお願いします。はい、マイクはよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ですよ。はい、はい、今日はなんかす、はい、いいですね。はい、音声も大丈夫ですね。いいですね。まあ、ちょっと割れちゃったんで大変失礼しました。松がこれ3本、おめでたく3本になりましたんで、あ、私が2本で、これ本物がね、1本ね。はい、あ、2本はね、4本だよ。え、あ、本当だ、4本だ。はい、4本です。もう1本でごめんなして。まあ、抱負ということで、6月のね、25日に第400回になるんですよ、ちょうどね。まあ、まずはね、それを目指して、そしてまあ500回1000回とね、大丈夫だね。まあ、今日は375回、まずは376回、一回一回を大事にして、そして、進んでいこうというふうに決意しております。また今年もお世話になります。よろしくお願いします。はい、酒井さん。酒井さん、お願いします。はい、明けましておめでとうございます。去年私も初めて MC というものをやらせていただきましたので、今年もちょっとやってみたいなと、来週またチャレンジしますので、またよろしく見てください。お願いします。よろしくお願いします。はい、清水さん、お願いします。はい、皆さん、おめでとうございます。今年は皆さんみたいに大きな視線じゃなくて、自分自身のことばっかりなんですけども、アップ動画をもうちょっと増やして、いきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは次は、はい、カメラの方ですね、尾形さん、お願いします。明けましておめでとうございます。新年早々ですね、3つの神社をね、参拝しまして、皆さんマスルテレビで健康でありますように、これからもですね、ますます、いい温泉をおふれるようにですね、願ってきました。まあ、音声というものは非常に大切なもんでね、トラブルがないように、ぜひ今年もですね、みんな力を合わせて送りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。次、あら、なんかあれ、なんか変な人がいますよ。おかしい。おらおらおら。はい、皆様、明けましておめでとうございます。先週年末はちょっと人相の悪いことで出ておりましたので、今日はしっかり清掃してまいりました。もう今日早速昼間から沢田邸の方で、おもてなし隊をやってまいりまして、お掃除の、まあ、そういうダジャレはまあ良い。まあ、やっとこれで拙者も真っ白テレビ1年生から2年生になるということで、また真っ白テレビのために一生懸命働かさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。はい、どうもありがとうございます。拙者が、拙者の真っ白甲冑隊の真田正幸と申します。よろしくお願いいたします。ちなみにこの格好で日本100名城を回っていまして、今月の15日その経過過程をまたここで報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。上司だな、初代上司だ、すごい偉いのでね。はい、わかりました。そういうことで、続いてですね、先ほど申し上げました丸田先生、聞こえますか。はい、聞こえます。あ、
聞こえますか？まだまだ前に行ってないので、ちょっと待って。すいません、ちょっとね、不手際でございません。ございません、申し訳ありません。はい、どうぞ。はい、丸先生、すいません、改めて。はい、聞こえます。あ、聞こえますか？丸先生、ご挨拶先ほどいただきましたけれども、先生、どうでしょうか、今年は。はい、はい、あの、皆さんのお話、お聞きしてですね、はい、はい、またあの写真がビデオで見せていただいてですね、はい、あのまず思ったのは、あの7年前と皆さん、あの全くあのお変わりなく、驚けないですね。はい、先生はお若くなりましたよ。あの生放送をされているということで、あのその凄さっていいますかね、難しさっていうのは、あの私もあの少し分かっているつもりなんですけども、あのさらにこう放送技術が上がっていて、でカメラを3台も回しているとかですね、あの音が良くなったりワイヤレス使ったりですね、やっぱりあの技術の進化はすごいなというふうにあの思っています。ありがとうございます。はい、あのこれもあれですね、あのやっぱりちょっとずつこう改良を重ねていっていらっしゃるんですよね。ええ、はい、本当はあの大きいモニターで映す予定だったんですけどね。すいません。はい、あの香山さんから話ありましたけれども、あの松井須磨湖 の、まあ、あのまた取り上げるとかですね、あの松井って本当に歴史資源が、まあ、ものすごく豊富なんですよね。で、あのもう7年も続けていらっしゃるということで、あのこの真っ白テレビ自体がやっぱり、まあ、真っ白の歴史 の、 あの1枚1ページになってるっていう気がしますですね。はい、あの今年また改めて、はい、あの参加させていただいて、そんな風にあの思いました。ありがとうございます。先生、あのご自分のどうですか、今年の抱負などはどうでしょうか？私のですか？はい、はい、あの私も57歳になってですね、あの、まあ、はい、もう、まあ、やはり60代に向けてもう一度こう人生を、組み立て直してみてもいいなというふうに思っているので、あのいろいろそのビジネスの方でチャレンジしてるんですけども、あのそんなような心持ちでおります。うん、はい、そうですか。はい、で先ほどですね、香山さんとですね、あらかじめですねお話ししている中で、丸田先生にですね、お力をいただいて、はい、この松代テレビが立ち上がったんですけども、そんな意味においていかがでしょうか、そういう、はい、はい、立ち上げていただいた先生の立場で。いや、はい、あの技術をご紹介したというだけなんですけども、まさかここまであの、まあ、続いているとは思わなかったですね。そうですか。はい、あの一度も休むことなくその生放送を週1回やるっていうことの凄さっていうのは、これはあの、まあ、昨年も申し上げましたけども、そのギネス申請に値するんではないかと思いますし、なかなかできることじゃないと思うんですよね。はい、いや先生も、はい、はい、先生にはですね、3年前になりますか、もう明けましたんで3年前になりますか、東京であのリージュナル賞をですねいただいて、はい、その時にも先生に推薦していただきまして、私も東京でいただいてきました。はい、本当にあのお世話になりまして、はい、どうでしょうか、あの、はい、そんな意味でですね、あ、はい、あのスタッフ集めをあのご苦労されてるっていう話、はい、お聞きしましたけど、あのぜひその若い世代にね、あの、うん、気づいていただくといいですよね。はい、はい、はい、どうですか、あの他の方、丸田先生、香山さんどうでしょう、あの丸田先生お話久しぶりですので、いかがでしょう。そうですね、あのやっぱりあの当初先生があのやっぱりジャーナリストとしての心構えっていうんでしょうかね、やっぱりこう社会マリオの切り込んでいく、真っ白のこうあるべき姿を切り込んでいく、そういったあの視点を持つべきだみたいなことをちょっと教えていただいたようなことがあったかと思うんで、はい、まあ、その辺今後の中でやっぱり課題として取り組む必要があるかなってことはちょっと感じてますね。はい、そうですね、あのそういう視点があるとこう社会があのすごくいい意味で緊張するっていうんですかね、うん、あのそれから知らないこともあのちゃんと身近なこの言葉で知れるとか、いろんないいことがありますよね。はい、あの、はい、まあ、この間ですね、やっぱりあの、
ちょうど真っ白の、電車っていうんですかね、あの長野電鉄八潮線が廃線になった時に、やはりあのこの真っ白テレビ局がやっぱり取材に行ってですね、この課題について、みんなでこういろんな情報を集めてきたりインタビューしてきたりとかっていう番組を作ったことがあるかと思うんですけども、そういったの視点がですね、やっぱすごく必要かなってことは常々感じてはいるんですね。はい、はい、そうですね。あの必ず何ていうんですかね、もうあの重要な真っ白になってはならないそのメディアになっていると思うので、何か次にあの起こるときには必ずこう真っ白テレビが何か社会に対して切り込んでいくっていう場面にあのなっていくというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、今ちょうどその真っ白の駅舎がですね、やはりあの残っておりまして、この駅舎を何とかして、はい、やっぱりこう未来次の世代にですね伝えていきたいなと、で利活用できればいいかなってことで、まあ保存的な運動をですね、まあ取り組んでる最中なんですね。まあ、こういったものもですね、やっぱりこう一つの世論世論を作っていくという意味合いにおいて、まあ、テレビ局の役割は非常に大きいんじゃないかなと、そんなふうに思っているところです。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、あのいろんな取り組みがあるんで、あの忘れるテレビあのまあ、メディアとしてのこう特徴を最大限生かしてあの頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。丸田先生、あのまだあと15分ありますので、先生まだあのもう少し経ちましたらですね、お話を伺いたいと思うんですけども、とりあえずあのこちらにある、おりますあのスタッフとですねちょっとお話ししたいと思うんですが、はい、よろしくお願いします。もう少しお待ちください。ということですね、皆さんどうですか。今丸田先生のね、お話伺ったんですけども、どうですか。まあね、はい、あの若い人ね、はい、ね、つなげていかなきゃいけないってあるけど、ね、全てがそうだ、ね、そうですね、で私らもそうだし、夢空間の方もそうだし、っていうのがあってね、みんなそういうあのなんていうかな、時代とともにやっぱり若い人って少なくなってるし、みんな年代が同じような、我々と似たような年代の人たちが多くなってきてるのでね、なんとか本当にあの取り込めればいいねっていうのがあるんでね、やっぱりこうやって続けていくことによって、まあ多少なりともね、朝日さんも声で入っていただいたりとかってあるじゃないですか。だからそうやってあの周りからちょっと声かかるような形で動いていけばいいかなっていうふうに思いますね。はい、わかりました。加山さん、今あの丸先生とねお話伺ったんですけど、どうでしょう。そうですね、あの若い世代にどうつなぐかっていうのはもう本当にこう真っ白にとってもね、非常に大きな課題だと思いますし、あのやっぱり今あの若い人たちが特にこう街づくりとかですね、真っ白のことについての関心度っていうのは、まあ、持ってはいると思うんですけど、取っかかりがないとかですね、いうようなことなんで、やっぱりこちらの方からのアプローチの仕方っていうのはもう少し考えていく必要があるかな、なるほどね、っていう感じはしますよね。わかりました、うん、はい、はい、ということで、片桐さん、あのマイク一生懸命いじってますが、マイク片桐さんどうでしょう。そうですね、私一番ね、気にしてるのはね、まあ、あの先ほどもね、はい、今代表の方からお話出ましたけど、やっぱりあの若い人たちがね、入ってくるということが一番の課題じゃないかと思うんですよ。まあ私もこれだけ年してくるって、まあ、先のこと考えるとやはり、若い人たちが入ってね、活気をつけてもらうということが一番の、はい、マシュロテレビのこれから先が見えてくるんじゃないかと。ね、またね、あのやはりあの我々の年代の人たちだけじゃなくて、うん、若い人たちの考え方も違いますもんで ね、うん、ですね、そういった人たちの考え方も取り入れていければまた変わった面で、いいんじゃないかと、こんなふうに思っております。うん、はい、わかりました、ありがとうございます。それでは次、技術陣の方、先ほどねご挨拶いただきましたけれども、二本松さんどうでしょう。先ほどありましたが、あ、さっき話したよなんてね、そんなこと言わないよね。はい、言わないね。はい、言わないけど、言わないけど、いつもの通りに、はい、またあの急に振られるんで、はい、そうですよ。はい、ね、リハーサルなしでね、リハーサルなしですからね。はい、ね、私もあの去年、あ、去年ですね、うん、2回ぐらいしか出てないんで、まあ、できるだけまた今度は違う切り口からまた松代をねご紹介していきたいなと思ってます。いいですね。で、領域組合の方にも入っておりますので、うん、ただね、特色を持った人ってあんまりいないんですよね。だからあんまりそのなんていうんですか、商品の商品あの紹介になっちゃうとちょっと本筋と、ね、コンセプトが違ってしまいますので、うん、
私が伝えたいのは、この人がこういう料理を作ってんだよというようなことで、その、単純に料理の紹介っていうことだけじゃなくって、だからこの人がこういう思いで作ってるんだよ、真っ白のね思いをこう含めながら、仕事をしてますというようなこと、形からちょっと切り口で、観光的なそういったあの要素以外で、お伝えできればいいかなというふうに思ってます。はい、来週、はい、リハーサル、はい、来週出演する酒井さんどうでしょうか。はい、来週、まあね、パーソナリティやらせていただきますけども、やっぱりまだ、探せば、まあ、いるんだろうと思うけど、なかなか新しい人っていうのは見つかりにくいんですけども、今日の朝刊ですかね、元旦の新聞見ていたら、豊坂の中学生の、ね、彼のことが取り上げられてもらえたし、やはり底辺っていうか、若い人はこうやる気のある人はいると思いますのでね、なんとかしてそういう人たちのこう引っ張り上げて巻き込んで、ね、できればいいなと思っております。はい、はい、じゃあ清水さんですよ。清水さんどうでしょう。はい、先ほど話しましたそうですね、今年はですね、まあ、今酒井さんの方から MC の話出ましたけども、あの宮坂さんとか皆さん、三田さんとかだいぶ苦労されてるんで、一回でも二回でもあの余分にできるように努力したいと思います。ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。以上です。はい、それではカメラの方で、はい、いかがでしょうか。はい、まあ、今まであのいろいろ講習会ね、まあ、20人以上やってるかと思うんですけども、その方々をやっぱりフォローアップしてね、あのその人を生かすというようなことが必要かなと思います。ワンツーマンでね、やっぱりね、叩き上げて、やっぱやっていかなきゃいけないかなと、思います。なかなかやっぱり、今までね、20人以上の、ここね、講習会受けて卒業してるんですけども、なかなかやっぱりね、ここに馴染んでいただかなきゃ、まあ、そういう人をもう一回ね、当たっていただいて、一人一人、やっぱ、いい技術を、持っていただくということが必要かなと思います。それからあとは女性の方々ね、各州でいいから、あの、仮番号で出ていただければありがたいなと思っております。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、それでは、信行さん。正行。正行、あ、だめだ。間違えちゃった。まあ、あの拙者も1年あのこうやって参加させていただきまして、本当に皆様ご苦労されてやってるなってよく分かりました。あのまた自分たちも何か協力できるところとかあれば、ぜひ、面白いネタがあればまた紹介させていただければと思います。また自分の後輩ができるように私も努力していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今ね、いろいろお話伺ったんですけども、私もね、個人的にはですね、先ほどね、三田さんもね、お話ありましたけども、このしゃべくり祭りのね、ゲスト探しがね、大変なんですよね。それで、まあ、これ言っちゃうとの愚痴みたいになっちゃうんですけどね、ゲスト探ししてましてですね、ゲストの皆さんが見つかったということになりますね。どんな話で、どんな風な内容でね、お話ししましょうかとね。それで、まあ、生放送ですのでね、ちょっと構成もしなきゃいけないということでね、まあ、見えないところでね、若干苦労もしておりますので、ね、それとあと、私も3年ぐらい前まではですね、松代の四季を訪ねてなんていうね、番組を持ってたんですけどね、最近はね、その日常の生活の中でいっぱいいっぱいの生活しておりましてね、本当に松代の四季を訪ねてをね、もう2年か3年ぐらいやってない、休みしてるんですよ。ですからね、そのあれもね、結構面白い番組だったんで、まあ、自分で言っちゃいけないんですけども、まあ、あのようなね、四季を訪ねてみたいなね、あのようなこともですね、皆さんのところにお伺いして、いろいろお話を伺ってみたらまた楽しいかと思うんですけども、はい、ということで、丸田先生聞こえますか。はい、は、はい、聞こえます。はい、また回ってまいりました順番が、はい、丸田先生、先ほどご本人のね、抱負などをお伺いしたんですけども、どうでしょう、こちらの方に先生また おいでになってですね、また、はい、再度またこの指導というかね、していただければ、また町のテレビも
またぐーんとレベルアップするんじゃないかとこんなふうに思ってるんですけれども、いかがでしょうか、はい、その点は。いや、ありがとうございます。とにかく真っ白、なんていうんですかね、やっぱり100年単位 の、 まあ、なんていうんですかね、歴史が流れているわけなんで、はい、で今の我々がなで何ができるかっていうのはいろいろ考えなきゃいけませんですよね、はい、なので今は例えばその1週間一遍の、もちろんその生放送もそうなんでね、で、まあ、放送作りが非常に大変なことは分かりますと、で、たっぷり中で苦労されている結果がここまで出てきているわけなので、さらに広げていく必要がありますので、その時にちょっとしたアイデアで、はい、先ほど役所の方を呼ぶっていう話もありましたけども、はい、とタイアップするとか、いや既存のメディアとタイアップをしてみるとか、なんかそういうアイデアっていうのは大事ですよ。はい、アイデア、まあ、全面参加は難しくても、アイデアを出していただくとかいうような参加の形態ってあるんじゃないかと思うので、まあ、そういうところから若者をこう引き入れていくとか、はい、まあ、そんなことができるんじゃないか。そういう中で私などもですね、やっぱり頭の片隅に常に街はありますので、ありがとうございます。アイデアがあれば、はい、ぜひお手伝いしたいなというには常々思っておりますので、ありがとうございます。はい、参ります。はい、ぜひまた先生、どうでしょう、先ほどね若干触れたんですけども、私東京でですねリージョナル賞をいただいたんですけども、あのような時には先生、はい、大変ご苦労いただいて私たちを推薦していただいたんじゃねえかとこんなふうに思ってるんですけども、あの時にもだいぶ先生ご苦労いただいて推薦していただいたんじゃねえかと思うんですけども、そこら辺を含めてです、どうでしょう、あそこら辺から続きはどうでしょうか。そうですね、私が紹介できるその、まあ、アワードっていうのは、まあ、ないかもしれませんけども、十分に、ね、どこに持ってってもこう賞が取れるという活動だと思います、はい、なのでまあ、そういう賞を取りに行くっていう、まあ、ここも面白いですし、はい、むしろ、はい、取るんだったらギネス記録を取っていただければ。わかりました。はい、はい、わかりました。はい、それでは先生、あと時間もですね、2分ほどになってしまったんですけども、最後に先生、何かお話ございましたら一言お願いしたいんですけども。はい、新しいことを何か挑戦してみましょうということで、私も挑戦 したいと思いますし、皆さんも一つ挑戦していただければというふうに思いますので。はい、ありがとうございます、はい、それでは、あと2分ですかぐらいなんですけども、何かお話ありましたらどなたか、どうでしょう、加山さんどうですか、ございますか。はい、はい、今年ですね、これは場所テレビ局ではないんですけども、全国の町並み保存連盟という団体がありまして、全国の町並みをですね良くしようという団体なんですけど、その全国大会が松代で開催されるということで、11月の16、17、18日ですね、3日間ということで、400人くらいの方々が真っ白に集まってきて、真っ白の良さを体感していただきながら、またそういったものを大会を通じながら、真っ白の良さを全国に発信できればいいかなと、そんなふうに思ってます。そういったところの映像をね、ぜひまた真っ白テレビ局で取材していただきながら、全国に発信できれば嬉しいなと、そんなふうに思ってます。はい、わかりました。あと1分ほどなんですけども、どなたかお話ありますか。片桐さん、日本橋さんどうですか、ありますか。ないです。はい、ないです。はい、清水さんはなんかもう、OK、はい、ないね。はい、片桐さんどうでしょう、ありますね、片桐さん。はい。加山さんおっしゃったとおり、やはりこのスタジオだけじゃなくて、はい、やはり真っ白の、はい、いろんなイベント等々あると思いますけどね、はい、まあ、そういったものをですね、現場から発信するということもまたいいんじゃないかと、こんなふうに思ってるんです。わかりました、ありがとうございます。どなたか技術の方で一言どうでしょうか。はい、正幸さんありますか。突然行くんだよ、生放送ですからね。酒井さんどうでしょう、前回休んで今回、来てまた来週パーソナリティやるんですけども、はいですね、はい、はい、それではいいそうですんでね、はい、わかりました。それでは丸田先生、今日は本当に1月1日からありがとうございました、はい、ありがとうございます、ただありがとうございます、またよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。それではね、ちょうど時間になりました。
皆さん1月1日から本当にありがとうございました。ありがとうございました。地域の皆様方またよろしくお願いしたいと思います。カメラ回してどうぞ。ありがとうございます。スイッチ、スイッチ、はい、じゃあそれでは3カメ、さようなら。1カメこっちお願いしますね。2カメ、はい、はい、さようならです。ありがとうございます。ありがとうございました。メインやって、はい、行きましょう。はい、そうですね、お知らせっていうのはちょっとやめまして、はい、直接来週の予告っていう形ですね。先ほど言いましたけど、酒井さんにパーソナリティやっていただいて、はい、テーマは何っていうあれかな、テーマはですね、はい、テレマチ総合でウクレレの教室がございまして、黒田亮介さんという先生がいらっしゃるんですね、はい、その先生が、はい、憧れのあの曲を弾いてみませんか、しかも楽譜が読めなくても大丈夫という方針で皆さんに教えてらっしゃるというので、そこら辺をちょっと探ってみようと。坂井さんも今練習する、坂井さんもちょっと今ねつまびいてますけどもね、ちょっとちょっと練習しの成果をちょっとやってもらうかな、ちょっとねできればいいですね、期待してる、はい、うん、ピピピ、さっきは宮坂さんとね、清水さんと一緒にやったみたいに、あ、今度ね、じゃあ来年はね3人でやればいいですね。そっち振るの。じゃあ来週はしゃべくる祭376回ですね、そうです、はい、酒井さんパーソナリティという形で黒田さんを迎えてっていう形ですね、はい、第1回ですね、そういうことで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでですね、ちょっとこっちもちょっといいですかね、ここ見ていただいてね、待つ今日ね、八田光三さん、日暮し庵のね、八田光三さんにね、ちょっとお借りしました。正月らしさのあれでもってね、松を貸していただきたいねって言ったら、はいよって軽く持ってきていただいたんでね、これもちょっと PR。あんまり良くないよなんて言いながらも、バッチリね、撮られていますので、これも見ていただいて、正月気分を味わっていただければな、というふうに思います。はい。じゃあ来週は、酒井さんパーソナリティということで、よろしくお願いいたします。